吉田さん、やっぱり時代なんですかね。昨年1年間は会社員としてお勤めの方からご相談いただくとか多くあってですね、そのうちの一部が速稼塾に入っていただいたんですけども、やっぱりその速稼塾に入る入らないの前のご相談の中でですね、やっぱりこう副収入を持っておきたいと、今の給料にプラス5万でも10万でも持っていきたいというふうに言われるんですけども、やっぱりそこに大きなね、私はすごく違和感というか現実味がない発想をね感じるんですよね。まあ例えばね、その中で、ある方とちょっとやり取りをしていただくさせていただくんですけども、まあSNS な SNS まず発信するわけですよね。で発信して、そしてアクセスを集めていくんですよって話をするわけなんですよね。まあこれはそんなにおかしいことじゃないと。あとはポイントサイトやセルフバックっていうのがあることを、まあ、お伝えしてですね、わすごいこんな方法あるんですねってびっくりされるんですけども、じゃあ1ヶ月経ってどのぐらいのアクセス取れました、どのぐらいセルフバックできましたっていうと、まあね、5万でも10万でも欲しいという割には1万円前後行ったか行かないかとかね、アクセスはまあ未だに3とか4みたいなね、まあ大体そんなもんなんですよ。まあそれで私1ヶ月経って聞くんですけども、これでいつ月収5万とか10万行くようにするんですかっていうふうに、ね、聞くんですよね。どういったイメージをお持ちですかっていうことなんですけども、いやなんとなく始めていく途中でなんか大きくブレイクするんじゃないかなと思ってましたみたいなね、こういうふうにね、最初から奇跡を当てにして大した作業量もなく、だからセルフバックで例えばね、売上が5万って言ったら本当に大したことやってないわけなんですよ。セルフバックで確定が5万だったらすごいですよ。でも基本的に1ヶ月とか2ヶ月で確定が出るってことないんで、確定が出るのは3ヶ月後ぐらいなんで、まあ、そう考えたらですね、やっぱりちょっとね、言われたことをやってれば売上が上がるみたいな、まさにサラリーマンはそうなわけですよね。で私は一つね、ここで思うんですけども、会社員とかサラリーマンって言ってみれば毎日売上を作ってるビジネスのプロでしょうって。だったら、まあ、私が言うよりも先にいろんなことでね、会社で教わったこととかそれまでの体験とかを生かして動いていけるんじゃないですかみたいな話をねさせていただくんですけども、まあ、それにですね、はっと我に返ってやっぱり速稼塾入りたいっていう方もいれば、まあそこまでして稼ぎたくないですみたいなね、なんか言い方腹立ちますみたいなね、そんな形で去っていく方とかいてね、私の言い方がどうあろうと実際に稼げている私からね、話したこと、そしてそれが聞きたいと思ってアプローチしてきた方が言い方が腹が立つとか言ってねまあ私の動画ね、見たことがなかったのかなって気がしちゃいますけどね。やっぱりその真剣に稼ぎたいって方にはその出てくるべきハードルとウィークポイントをきちんと伝えていかないといけないですからね。あなたのここが売り上げを伸ばさせてないんですよとか、アクセスを取らせてないんですよとか、あなたがこういうところがあるから副収入が膨らんでいかないんですよってことをお話しすると、やっぱりね、まあなんていうんですか、真実は時に酸っぱいもんですよね。やっぱこう指摘されたくないところなんでしょうかね。そうは言ってもね、本業で疲れてできないですよってことを言い出して、で本業で疲れたのは別に私に相談されてもねどうしようもないですからね。まあそれならまあ今の暮らし続けていくしかないんじゃないかなとかね。仮にもビジネスで一山当てたいっていう方が、私からの私ごときのビジネスが受け入れられないと、もうあとはどうすればいいのかなと。まあ会社で頑張って、プラス1万とか2万とかっていうね、昇給を目指すしかないんじゃないかなと思いますけども、それこそがですね、雲をつかむような話かなと思うんですよね。まあ吉田さんにしてみれば、私が今言ったことなんてね、もう耳にタコみたいな話だと思います。私もね、唇にタコですよ。もうね、こんなことね、二度と言わないで、人生を過ごしたいですね。まあ言ってみれば、初歩の初歩なんで、こんなことなんてのは。困ったもんですね。だから自力で稼ぐってことと、やっぱり人にお膳立てしてもらってね、そして与えられた作業をこなせれば自動的にその成果に関係なくお小遣いのように給料が入ってくることと、これほど大きな隔たりがあるんですよね。ということなんで、私はね、会社員さんはビジネスのプロだと今でも信じてますけども、そうじゃない人も紛れてるんだなというところはね、否めないところでございます。さ ね、この動画を見られた方、ちょっとドキッとした方もいるんじゃないかなと思いますけども、そのドキをね忘れないようにした方がいいと思います。まさにね、その通りだよねって言って成果を残している人と、成果を残せずにわあまた痛いこと疲れたなっていう方とね、2つに分かれるんだと思います。いってらっしゃい。